君、柿沢君、柿沢水戸でございます。いろんなマスクをしてこうやって国会質疑に立つとやっぱり見てくださっている方がいらっしゃってですね、私も作ったからつけてほしいとこういうお声をいただきまして、大変ありがたいことだなというふうに思っております。これから緊急事態宣言が解除されてもやっぱり手指消毒と飛沫の飛散の防止のマスクの着用ということは当面やはり必須だと思います。韓国は公共交通機関で、乗るときはマスク着用義務化したそうで、フランスなんかもそうですけれど、私はそのぐらいやってもいいんじゃないかと思っておりますが、先日手指消毒については除菌ウェットティッシュを増産するという号令を経産大臣がかけるべきだというお話もさせていただきました。そうしたことは小さなことのようでいて、極めて感染防止の根幹的な部分で、また効果が絶大だと思いますので取り組んでいただきたいというふうに思います。先般エネルギー強靭化法案、成立をいた可決をいたしましたが、その時ちょっとご質問できなかった項目がございますので、冒頭いくつかさせていただきたいというふうに思います。まず発電が基本料金の問題なんですけれども、これはまあまあ継続協議というか、検討を継続するということで、一旦まあ法案に盛り込まれるということにはならなかったわけでありますけれども、まあよく言われる通り発電施設の最大出力に応じた課金になっているため、まあ設備利用率が十数パーセントと低い太陽光発電事業者らには不利な課金方法となるのではないかというふうに言われているわけです。まあ、一方じゃあ稼働停止中の原発についてはこれどういう課金をするかということなんですけれども、最大出力に応じてやっぱり課金をするんですね。しかしながら系統利用がゼロだった月は課金額を最大出力の半分に減額するとこういうことになるんだそうです。今の制度設計上はこれどういうしてじゃあ 0% だといきなり半額になるみたいなことが行われるのかというと、需要側の託送料金とこれ同様の運用だというふうにエネ庁さんからご説明をいただきました。冒頭申し上げたとおり太陽光発電事業者は稼働率設備利用率十数パーセントとかいうところで、満額最大出力に応じた課金をされるわけです。十数パーセントは 100% 負担をする、そして 0% まあ稼働停止ということは稼働率 0% ということですかね。 0% になると、半額になると、これやっぱりちょっと運用としてアンバランスなんじゃないかと思うんですね。しかも託送料でそれをやっていて発電側基本料金でもそれをやるということになったら二重の負担を被ることにもなってしまう。これは託送料金でこういうことをやっていること自体もああそうなのかということなんですけれども、こういうことがやはり今さまざまな議論を巻き起こしているポイントだというふうに思うんですね。こういうところを、まあ、まさに少なくともイコールフッティング、場合によってはある意100を実現していくという方向性のもと、むしろ再エネ事業者に対して後押しをするようなそういう設計をすべきだというふうに思いますが、大臣にお伺いしたいと思います。梶山経済産業大臣。発電側基本料金につきまして、その議論した審議会では、小売が負担する託送料金については、需要家が電気を全く使用しない月の基本料金を半額にしていることから、託送料金の一部について、発電側に負担を求める発電側基本料金についても、発電設備が系統側に電気を全く通さない月については、発電側基本料金を半額とすることが適当とされております。またこの措置はすべての電源に適用されるものであり、特定の電源を差別的に取り扱うものではありません。制度設計次第では設備利用率のが低い再エネの負担が重いとの指摘があることも私自身は認識をしております。その既存のフィット電源の事業者に対しまして、過度な負担が生じないように一定の配慮や工夫が必要であり、さまざまなご指摘や関係者の意見も踏まえながら、調整措置や負担水準をはじめとして本制度のあり方についてしっかりと検討していくことが大事だと思っております。発電側基本料金の適切な導入に向けて慎重かつ丁寧に検討を進めてまいりたいと思いますし、私自身が今指示を出しているところであります。
滝沢水戸君。ご指示を出していただいていて、まあ、そういう意味では、さまざまなご意見を お持ちでいらっしゃることは、私も知らないわけではないんですけれども、さっき言ったように、その最大出力に応じた課金を基本料金において、行うと。でゼロの場合はもう基本料金半分にすると、これすべて同じように、そのようにしているということなんですけれども、同じようにって言ったってですね、原発の場合は稼働率100か0かなんですよ。しかし太陽光発電はむしろ安定的に十数パーセントの稼働率、設備利用率なんですね。これ制度の仕組みがそもそも不公平になってしまっている、まあ、この手の話がいっぱいあるわけですよ。なんか公平で、別にこう誰かをエコ引きしたり、あるいは差別したりしてませんよと言いながら、制度の仕組みで結局そういうふうに結果としてなってしまっている。ああ結果としてそうなっちゃってましたねって言うんですけれども、人によってはこれ意図的にやってんじゃないのかというふうに、まあ、思う人がいてもこれ仕方がないということになるわけですね。ですから発電が基本料金の問題であると同時に、これは私は託送基本料金の問題でもあると、現存する問題でもあると思いますので、そこについてはやっぱり、実情に応じて本当に負担の公平に、あるいは公平以上になるように、ぜひご指示を大臣として、同じ発電が基本料金で思っている思いと同じですから、そのようにおっしゃっていただけないですか。梶山経済産業大臣。絶対的な力の差のあるものが同じルールでというのは、なかなかやっぱり大変なことであるというのは認識を、まあ、しております。しっかりと、まあ、そういったことも含めて、まあ、検討をしてまいりたいと思っておりますし、ただ、再生可能エネルギーを今、導入期であると思っておりますけれども、いずれやはりコストの面でも、他の電源と肩を並べてもらわなくてはならない、まあ、どの時点でそういう形にしていくかということも含めて、まあ、将来、時間軸も考えながら、しっかりと対応してまいりたいと思っております。柿沢水戸君。絶対的な力の違い、立場の違いによって、まあ、そういうことがあるということで、経産大臣もお話しされましたけれども、まあ、規制監督官庁としての経済産業省と、電力会社においても、その力関係、あるいは影響力ということは、同じことが言えると思うんですね。ですから、託送料金に関しても、まあ、発電が基本料金で、感じたことと同じように、もうちょっと再エネ事業者に対して、きちっと結果の公平が保たれるような料金体系にしろよと、大臣が言ってくれれば、それは電力会社は考えざるを得ないと思うんですよ、言っていただきたいと思います。梶山経済産業大臣。今、全般を検討をしているところでありまして、委員のご意見も参考にさせていただき、検討を続けてまいりたいと思っております。梶山水戸君。梶山大臣のお人柄では、このご答弁は必ず言うということだというふうに、私は解釈をさせていただきますが、ありがとうございます。ある100の電力エネルギーシステムを構築しようと思えば、これは最も重要なの一つは蓄電池ですね。でテスラが殴り込みをかけてきているのは、皆さんもご存知の通りです。まあ、テスラすごいんですよ。オーストラリア行かれたって話されてましたけども、実は南オーストラリア州で、世界最大のリチウムイオン蓄電池、総容量129メガワットアワー、こういうのがあるんですね。ザ・ビッグ・バッテリーという異名で知られているんですけれども、その周りにもう風力発電の風車が林立していて、この風力発電をバックアップする役割を果たしているんですけれども、送電と蓄電を、まあ、瞬時にリアルタイムに繰り返してですね、ブラックアウトの危機を3度にわたって救ったと。そして電力供給の効率化によって、1年間で日本円にして45億円を節約したと。で、南オーストラリア州の電気料金は、それによってなんと 90% 引き下げられたということなんですね。そのように報じられています。で、テスラの家庭用蓄電池パワーウォール、これ 13.5 キロワットアワーの容量で99万円、国内メーカーの家庭用蓄電池と4倍ぐらいの価格差になりますね。で、一方国内メーカーはどうなっているのかと思って調べてみると、2年前の2018年の段階で国内大手が住宅用蓄電池から撤退、 NEC に次いで東芝もこんな記事が出てくるんですね。もうね、太刀打ちできなくなってしまってるんですよ。
まあ、蓄電池においてこんなにも内外価格差が開いてしまっている。このパワーウォールのテスラの99万円という国内価格は、おそらく世界的に比較すればテスラのものとしてはそれでも高い、発売価格だと思います。こんなことになってしまっているのはなんでなのか、そして問題意識を感じないか、大臣にお伺いしたいと思います。梶山経済産業大臣。再生可能エネルギーを伸ばしていくためにも、また、分散型電源ネットワークというものを増やしていくためにも、その家庭の蓄電池が必要ですし、また系統に接続する蓄電池の開発というのは安価なものというものは大変重要であると思っております。現状を見てみまして、やっぱりテスラがダントツに安いということでありますけれども、国内市場規模が小さく、まあ、量産が進まないこと、そして物流コストということでありますが、やはり市場を作るための、まあ、政策というものも必要なんではないかなという思いを持っております。しっかりと 各家庭で系統に接続する蓄電池を持てば災害時の対応にもなる。また再エネを伸ばしていくときに、その不安定電源として今度は蓄電池を活用すれば、しっかりとした安定電源化もしていくということだと思っておりますし、しっかりと、重要な分野だということで考えてまいりたいと思っております。柿澤美斗君。市場規模が小さいというお話をされましたが、まあ世界第3位の経済大国が何言ってるんだということになるんじゃないかというふうに思うんですね。まあ、答弁作った人はそういう答弁作ったのかもしれませんが、まさか大臣がそのように思われてはいないというふうに、さっきから忖度ばかりしておりますが、そうだと思っております。で、蓄電池の系統接続については、これ一般財団法人電気安全環境研究所 JET ですね、による認証が求められて、まあ、認証を受けられてない蓄電池については、これ自治体の補助金の対象からも外れてしまうということであります。まあ、テスラもこの認証を取るのにだいぶ苦労して時間がかかったということだと承知をしています。で、このジェットによる認証が国際標準の認証基準、例えば IEC とかこういうものと異なることが結果的に障壁となって、市場の競争性を低下をさせて、蓄電池の内外価格差につながっていると、こういう指摘があります。まあ、よく安全認証でハードルをかけて、外のメーカーが入ってこれなくなるという、一種の非関税障壁みたいに言われることが、他の分野でもこれまでありましたが、同じことが起きているんではないかという指摘がある。そしてどうやらエネ調さんもそのことは感じておられるような節もある。ぜひそういう点で、こういうことがないようにしていって内外価格差をなくしていくという、そういうぜひ思いを語っていただきたいというふうに思います。梶山経済産業大臣。一般論としてやっぱり国際標準というのは非常に重要なものだと思っております。事業所や家庭において系統に蓄電池を接続しようとする場合には、電気事業法に基づいて系統全体の電力の安定性に悪影響がないように蓄電池が一定の技術的要件を備えることの確認が求められております。系統全体の安定性確保のために、こうした技術的な要件の遵守が求められているのは外国でも同じであります。そして外国ごとに、国際標準というよりも外国ごとに、国ごとにですね、各国ごとにその基準があるということであります。この系統連携の要件は、各国ごとに周波数の許容度などの系統特性が異なることから、系統連携に必要な技術要件の統一的な国際標準というのは存在をしていないと承知をしております。日本だけが独自の基準で運用していることはないと思っております。日本の蓄電池に対する電気安全環境研究所の認証は、メーカーが蓄電池の型番ごとの認証を得ることで、蓄電池を系統に接続する際の電力会社とのデータ提供を省略することなどに利用されるということで、これによりここの製品ごとに電力会社とデータをやり取りする手間が省けて、蓄電池の導入促進に大いに貢献していると考えております。技術革新のスピードが速い蓄電池分野において、国内外で開発された低コストな新製品をいち早く系統連携などで利用拡大する上では、このジェット認証の対象機器の拡大、審査期間の短縮化などの対象を進めることが重要であると思っております。この蓄電池の
開発のためにどうしていったらいいのかということも必要ですし、この市場に出るまでの道のりというものをどうしていったらいいのかということも考える必要がありますし、また蓄電池のみならず今度は燃料電池との複合的なプラントということも含めて、で電池に関しては日本の大きな課題であると思っておりますので、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。滝沢水戸君、ご答弁いただきましたけれども、経済産業省エネ庁が今のエネルギー政策上の課題についていろいろと論点整理をしたペーパーなどを見ていると、蓄電池の普及が進まない、そして価格が高止まりしている、将来は世界的にはこうなっていくということが列挙された上で、そのソリューションの一つとして、認証のあり方について国際標準との整合性を持たせるというようなことが論点として書かれてるんですよ。で、そう言いながら大臣のご答弁書くときは国際的な標準などはなくて各国が好きにやってるんだというようなことを、まあ、お答えになるというのは、いささか省内、エネ庁の中での整合性がないんじゃないかというふうに思います。皆さんも分かってることだというふうに思うんですね。ですから皿問いはいたしませんけれども、ぜひですね、分かってると分かってることが分かってるので、ぜひこういうところでですね、踏み込んだ見解を示していただいて、その上で取り組みをスピードアップしていただきたいというふうに思います。でちょっと申し上げたいことがあります。この一般財団法人電気安全環境研究所なんですけれども、この一般財団法人ですが、役員体制、組織体制を見ますと、代表理事やってるのは誰かというと、元原子力安全保安院の委員長さんだった方ですかね。で、専務理事、常務理事がその他3人いるんですけれども、専務理事1人、常務理事2人、誰がやってるかというと、元文部科学省の原子力担当審議官、であと2人は、これ東電の出身の方ですね。そもそもこの一般財団法人は電気用品安全法に基づく PSE マークの認証で検査機関になったときに、天下りの役員が約2000万もの報酬をもらっているということで指摘をされている、そういう団体です。でそこからまあ10年以上の歳月が経って、太陽光パネルの認証も行い、そして蓄電池の認証も行い、結果的に内外価格差が生み出され、そういうことになっている、そういう組織の体制を見てみたら、代表理事、専務理事、常務理事を、こう固めているのが、もういずれもですね、まあ、原子力に関わってきた、ど真ん中のそういう方々が固めている、こんな組織で RE100 に向けた公正中立な業務執行を誰の目から見ても期待できるんですか。お伺いしたいと思います。資源エネルギー庁、松山省エネルギー新エネルギー部長。お答え申し上げます。今お尋ねございます、ね、JET という、この研究組織でございますが、全部で242名の職員によって、電気製品の安全についての試験、検査、認証などの業務を行ってございます。このまあ、実際、スタッフといたしましては、豊富な経験を有する電気工学の技術者の方、蓄電池開発の一線で活躍した民間企業の OB の方、さらには基準認証の専門家の方などから構成されておりまして、蓄電池の分野においての審査はしっかりと行われていると承知してございます。なお、先ほど委員からご指摘ございましたように、我々もその蓄電池の認証の手続きについて、よりオープンな形で、国際的な審査の状況に応じた形で、国内でも実施されるようにということについて、論点の整理をして、取り組みを進めているところでございます。まあ、昨年になりますけれども、海外からの製品の国内における認証手続きについてのプロセスを拡充いたしまして、より円滑に取り組みを進めるように、取り組みを拡充してまいっております。なお、ちなみに、国際的に見ますと、例えば UL というアメリカですが、国際的に実証している認証の機関、もしくはドイツで言いますと、TUF という、TUF という機関がございますけれども、こういったところについても、やはりその電気製品についての認証手続きを実施しておりますが、おおむね日本と同じような体制、および審査手続きで進めていると認識してございます。滝沢水戸君。今のご答弁の、私が聞いた
こんな組織体制でいいんですかということに対する答えは、多分全体の1割ぐらいだったですよね。先ほど、いや、もういいですから、いいですから、やっぱりこういうことって疑念持たれちゃいけないと思うんですよ。でも十数年経ってみたら、結局こういうことで、それは私は割と性格のいい方だと思ってますけど、性格のもっと悪い人から見れば、ほら、なんとかの守護神じゃないですけれども、原子力の守護神みたいな人たちが、もう主要な幹部を固めて、それは再エネなんか入れさせないと思って厳しい規格を作って、それで外国メーカーを排除し、そして太陽光パネルも厳しい認証にし、高コスト体質を生み出している。これはもうこの電気安全環境研究所っていうのは悪の巣窟だみたいなことを私が言ってんじゃないですよ。もっと性格の悪い人が言いかねないと思うんですね。大臣どうですか、これ見直さなきゃいけないじゃないですか。梶山経済産業大臣、技術知見をお持ちの方がそこ、この役職に就いているとは思っておりますけれども、まあ、委員のご指摘も含めて今後また考えてみたいと思います。梶山水戸君。これは梶山大臣の お人柄でいうと、これは必ず見直すというご答弁だというふうに思います。で、持続化給付金の話にいたします。持続化給付金の、まあ、申請、まあ、オンラインが基本なわけですけれども、まあ、パソコンなんて使ったことないよっていう人がやっぱりいるわけですよね。実際私たちも地域をこう回ってますから、ちょっと手伝ってくれみたいな話が出るわけですよ。そういう方々のために申請サポート会場ができました。で、申請サポート会場ができて、私東京の江東区ですけれども、22日にオープンしたんですね。早速見に行きました。たまたま私の知り合いのビルだったんですけれども、非常に広い会場で30分刻みで4組ずつ入れて、で必要書類をチェックして、記入が必要なものは記入していただいて、それを見ながらアドバイスして、最終的には裏に回ってスタッフの方が入力してくださって、そのまま入力が終わって、申請完了ということで、ここまでオンラインの申請が進むと、さっきの答弁じゃないですけど、今度入ってくるのもとても早いんですね。はっきり言ってパソコンと悪戦苦闘して自分のお店でああできないああできないやっているよりもよっぽど早いですよ。これ本当に私はね、皆さんにお勧めしていて、で全国にもう設置をされてるんですけど、傾向を見てみるとですね、もうあさってぐらいの予約が取れるんですよ。これね、皆さんも結構ご苦労されてると思うんです。秘書さんがいきなりこうパソコンに向かって他の方 の、ね、お知り合いの方の決算書を入れて差し上げたりとかしてると思うんで、これだったらですね、申請サポート会場の予約だけ取ってあげて、書類持って行ってきたらいいですよ言った方が絶対早い、まあ、そういうふうに思います。そういう意味では設置した意義もあるし、しかしながらちょっと明日明後日の予約が取れるということは利用度合いが低いということでもありますので、周知の必要もあるかなというふうにも思いますけれど、その設置した狙いとまたその意義ということについてまずお伺いしたいと思います。梶山経済産業大臣。できるだけ迅速に皆さんのお手元に給付金をお届けしたいという思いからウェブの申請にいたしました。そしてこの申請の会場っていうのは全国で541箇所設置する予定であります。申請に不慣れな方からどのように申請したらいいかわからないっていうのがこの開始からお話がありまして、電子申請をするための支援が必要といった声が多く寄せられております。当初から設営する予定でおりましたけれども、より多くのサポート会場を設営しようということで、今徐々にこういったことが増えているということであります。またさらに地域によっては商工会議所が経営指導員やその職員がそういうサポートもしているということで、まあ、スマホを使っての申請もできるということで、できるだけご家族のスマホを使ったり、ご自分のものを使ったり、あとは、まあそのアカウントを作って、ここの申請会場においてはもうパソコンが置いてありますから、そこでアカウントを作って、そして申請をするということになると思いますので、これからさらにまた加速化すると思いますけれども、まあ、かなりの度合いで、5月の中旬までに集中をしてきているというのも事実でありますので、まあ、これをまたしっかりと周知した上でサポートしてまいりたいと思っております。柿澤水戸君。この後ちょっと質問する予定でしたけれども、要望させていただくにとどめますが、これだけの会場を全国各地に作ったわけです。でみんな
手続き申請の仕方がわからないという人が来るわけです。当然これはですね、持続化給付金だけじゃなくてこれについてはどうなんだとか、そもそも持続化給付金と例えば東京都の休業補償の協力金との区別がついてないみたいな人が来るわけですよ。ですから私は税理士とか行政書士とかそういった侍業の方を各会場に地域の支部組織とアライアンスを組んで配置をして、そういう、まあ、困ったらここに来なさいというワンストップサービス的なものに発展させていくべきだというふうに思います。ぜひご検討いただけたらというふうに思います。ちょっと時間の関係でその先に行きます。ですから私は持続化給付金のことについてこうそのこと自体にどうこう言うつもりはありませんが、しかしここからちょっといろいろお尋ねさせていただきたいと思います。この支給事務になっているのは一般社団法人サービス財政協議会というところですね。で委託先の団体になっているわけですけれども、このサービスデザイン推進協議会というのがいつどうやって設立されたかを見ると、経産省のおもてなし企画認証に関わる認定機関および認証機関立ち上げ運営支援の補助金、この交付先の公募開始期間である平成28年5月16日この5月16日に公募が開始されているんですけど、この、まあ、結果的にこのサービス推進協議会が選ばれるんですけど、この公募開始の年月日である平成28年5月16日にこの一般社団法人は設立されてるんですね。で公募期間を経て、さっき言った通りここが合格するんですけれども、で公募終了が6月14日だったんですけれども、その翌日に一般社団法人サービスデザイン推進協議会ウェブドメインが取得されているということになってるんです。これ行政の仕事をこう受注しようとした人ならわかると思いますけど、公募の日に設立された一般社団法人がいきなり、一発合格するということは普通は考えられないというふうに思うんですけれど、これはそのおもてなし企画認証の認定と補助金執行のためにこれは一般社団法人サービス推進協議会というのは設立されたということでよろしいですか。経済産業省藤木大臣官房商務サービス審議官。お答え申し上げます。ご指摘ございました一般社団法人サービスデザイン推進協議会の設立目的につきましては、その定款にございます通り、経済のサービス化等経済的社会的環境変化から生じる市場課題解決に向け新たなサービスデザインとその市場創造を目指すことと書いてございます。また定款において、この事業ということについてもさまざま幅広に書かれているところでございます。当然当時、検討されておりましたおもてなし企画認証について、そういった動きというものも念頭にあったと思われますけれども、それのみを目的として設立されたものではないというふうに承知しているところでございます。滝沢美人君。公募の日に設立されてそれを受注したというのは、一種偶然だったということですね。はい、一般社団法人サービスデザイン推進協議会ですが、平成28年度の補正予算以降ですね、少しずつ形を変えてずっと補正予算に計上されてきた中小企業を対象とする IT 導入支援補助金の補助金執行事務の事務局としても継続的に選定をされています。これ行政事業レビューにおいて当該事業の予算執行状況を調査したレビューシートを見ると、平成28年度補正の100億円の執行分96億8200万円のうち事務費8億7900万円、平成29年度補正のこれドーンと増えて500億になったんですけれども、執行率が悪くて301億円しか執行できなかったんですが、そのうちの事務費、38億5700万円となっています。でこれ計算するとですね、補助金執行額に対する事務費の比率っていうのは、平成28年度補正が 10%、 そして平成29年度補正は 15%、 こんな高利のコミッションを取っているわけですね。あるウェブサイトではまるでグレーゾーン金利みたいだということが書かれていましたけれど、この事務費の水準は適切ですか。お伺いします。藤木大臣官房総務サービス審議官。IT 導入補助金ご案内のとおりでございますが、中小企業小規模事業者等における IT ツール導入を支援すると、これを通じて生産性向上を図るというものでございまして、過去3年におきまして約12万件の申請を受け付け、
約 8.5 万件を採択するということで、大変大量の申請案件、それから大変大量の採択案件ということで、この補助金事務局におきましては、IT ツールの導入について、専門的知見を持ったスタッフやコールセンターによる相談対応、申請案件に対しての受付審査の採択、それから採択した事業の進捗管理、補助金の支払い業務、終了した事業についての効果測定と分析といった事務を行っておりまして、その作業量大変膨大でございます。申請件数、採択件数ともに非常に大きな補助金であるということ、これに伴う事務に関わる人件費、電子申請システムの構築、運用の経費ということで計上されているところでございまして、こういった事務の大きさを考えますと、妥当な金額ではないかというふうに考えているところでございます。柿澤水斗君。はい、税金公金から支出されている数百億に上る補助金執行事務の委託費、その中から、事務費が出ているわけですけれども、つまり補助金として使うことが想定されている費用の中の 15% がコミッションで回っているということになることを、正当な金額だというお話をされたんですけど、このマスク作ってくださった下町の中小企業の親父さんは、それ聞いてどう思いますかね。私ちょっと本当に心配になります。で、まだあります。上記の事務費、そもそも事務費の規模、比率としてもどうかなと思いますけれど、これ、両年度とも見るとですね、なんと 96% までが一般社団法人サービスデザイン推進協議会から外部の団体に支出されてるんですね。つまり、一般社団法人サービス推進協議会に来ましたと、そのうちのお金の 96% は外注されてるんですよ。96% ですよ。で、財務省が平成18年に発出した公共調達の適正化についていうのがありますけれども、そこには一括再委託の禁止というのが書かれています。委託契約の相手方が契約を履行するにあたって、委託契約の全部を一括して第三者に委託することを禁止しなければならない、書いてあります。財務大臣政務官に長い時間お待たせいたしましたが、これ、抵触するんじゃないですか。宮島財務大臣政務官。お答え申し上げたいと思います。これは予算執行の問題ということから考えますと、予算の配布を受けたですね、各省庁、これは経産省になりますけれども、もうそちらのですね、庁の責任のもとにおいて、関係法律にのっとってですね、適正に行われるべきであるというのが、私どもの見解であるわけでございます。委員ご指摘のですね、この財務大臣通知、公共調達の適正化について、これにおけますですね、一括採択の禁止でございますが、この規定というのは、委託契約を対象とするものでございまして、補助金を対象とするものではないというふうでございます。こう承知しているわけでございますが、委員も十分ご存じだと思いますが、補助金と委託の違いということになるわけでございます。補助金は補助金と適正化法に基づきまして、強制行為としてですね、事業者に交付され、決定されるものでございます。契約に基づいて行われるものではございません。ですから、委託とは違うというふうに考えているところでございます。いずれにしましてもですね、IT 導入支援補助金の出向のあり方、これが問題だとなるとなりますと、まずは執行官庁であるべき経済産業省がきちんと説明を行うべきであるというふうに考えているところでございます。柿澤水斗君。はい、財務省としては、これは注意書きを書いたんであって、執行する官庁の経産省、経産大臣さんがしっかりやってくださいよということで、うちじゃありませんみたいな話ですので、後で大臣にお伺いしたいと思いますが、持続化給付金、ごめんなさい、96% 外注してます、この 96% 外注で、外注先は一般社団法人が外出ししてますから、どこ行っちゃったんか、一義的にはちょっと見えにくいわけですね、これ、外注どこやってるんですか。宇治木大臣官房商務サービス審議官。IT 導入補助金でよろしゅうございますか。はい、IT 導入補助金に関しましては、補助金申請システムの構築運用管理、それからコールセンターの運営、
補助金の振り込みシステムの運用、それから外部審査会における審査というものについて、それぞれ外注費、委託費ということで支出を行ってございます。28年度、それから29年度、それぞれ電通をはじめとした5社に委託を行っているというふうに聞いております。まあ、電通さんの名前が出てきましたから、あえて申し上げると、この電通さんがまさにこの一般社団法人サービス推進協議会の、まあ、中心的な役割を担っていて、設立時の社員でもあり、理事も輩出している、複数輩出しているという、そういうところなわけですね。そういうところに、まあ、結果としては外注が行っているということです。で、まあ、すでに別の委員会の答弁で出てますけれども、この持続化給付金の事務も、まあ、769億円高支出されているわけですけど、この796億円も、まあ、電通に外注をされていると、こういうことになっています。で、次なんですけれども、持続化給付金の事務局の委託先の公募なんですけれども、これ、サービスデザイン推進協議会が受注をしたわけなんですが、本年4月8日に入札の公示が行われています。で、4月6日の段階で、持続化給付 .jp っていうウェブドメインの申請があったんですね。で、どこが登録申請をしたかというと、サービスデザイン推進協議会なんですよ。公募が始まる前に、持続化給付 .jp、もうウェブサイトを開くということを、まあ、してるわけなんですけど、ウェブドメイン取るということをしてるわけなんですけど、これはいわゆる出来レースみたいなことだったんですか。中小企業庁、那須野事業環境部長。お答え申し上げます。今回の持続化給付金でございますけれども、一刻も早く事業者に給付金をお届けするということが重要と認識しておりまして、5月の連休前に申請を受け付けて、連休明けに着金するというスケジュールを想定しているということを、問い合わせがあったときにですね、告示前から事業者の方にお話をさせていただいております。で、まあ、この経過の入札にご参加いただいた方は2社あるわけでございますけれども、まあ、それぞれこの我々の要求を満たすために各社のリスクで事前の準備を進めていたというふうに承知しておりまして、お尋ね のドメイン名の登録もですね、この一環だと考えております。公示前にサービスデザイン推進協議会に委託することは決まっていたということはございません。うん、柿沢美徳。まあ、そういうことのようです。はい。で、一般社団法人サービスデザイン推進協議会ですけど、まあ、インターネット上で入手閲覧できる過去の資料から見ますと、設立時の定款作成段階から経産省の情報システム構成課が補助金執行一般社団法人と位置づけて深く関与しているということが見受けられます。定款の、まあ、書面、まあ、今サービス推進協議会は後で話しますけど、こういうことを公開は自らはしてないんですけど、それをウェブ上で引っ張ってきて作成者の PDF のデータを見ると、そこに作成者のところに、情報システム構成化書いてあるんですね。経産省があたかも定款作ったかのように見えるわけなんですけれど、これ公文書の審査を所掌事務とする経産省情報システム構成課として、こんなことやるのは問題じゃありませんか。藤木大臣官房商務サービス審議官。事実関係についてでございますが、ご指摘のサービスデザイン推進協議会の定款作成については、私ども経済産業省の情報システム構成課が関与しているというような指摘が、まあ、インターネット上なされているということで、改めて確認してみましたが、そうした事実はございません。こうした定款の作成と、民間団体の定款の作成というのは、当該団体によって自主的に行われるものであるというふうに考えています。ただ、一般論として申し上げますが、こういった民間団体から団体設立の際に、例えば手続きどうなってますかとか、他に何か類例ありませんかというようなお尋ねを受けて、これにお答えするということはあることでございまして、そのこと自身は何ら問題がないというふうに思っております。柿沢美徳。まあ、それは説明は説明として、
成り立つのかもしれません。しかしこのペーパーの裏側のデータには作成者情報システム構成化書かれちゃってるんですよね。で他の委員会での答弁も見ましたけれど、まあ、経産省が作った文書は情報システム構成化のクレジットが全部作んだみたいなことを書いて言っているんですけれど、まあ、そうだとすれば経産省のどこかが関わったということはもう認めちゃってるわけです。で情報システム構成化大臣直轄の大臣官房にある公文書の審査をするところですね、そこが関わってる可能性だって否定できないわけですよ、まあ、否定しましたけれども。でこの経過ちゃんとしないとやっぱり疑念持たれちゃうと思うんですね。でこの経過に関わるですね、保存されている資料一切をですねぜひ出していただきたいというふうに思うんですけれども、委員長お取り計らいをいただけないでしょうか。ご国理事会で協議をさせていただきます。はい、ということであります。でこの一般社団法人サービス推進協議会、経産省関連の補助金の執行事務を委託をたびたび受けて、まあ9回にわたっていますが、今回2兆3176億円というですね、現段階の予算額が計上されている持続化給付金の支給事務にあたって、769億円に上る事務局経費が支払われているわけです。しかし、さっき定款が自ら公表されていないという話をしましたが、なんとですよ、皆さん。この一般社団法人サービス推進協議会は、そもそも公式ウェブサイトすら持ってないんですよ。私たちがどんな団体だろうといって、調べることもできなければ、そもそも情報公開なされていない、そういう団体が2兆円をの上回るこのコロナウイルスの渦中で、補助金の給付金の審査、給付を事務になって、なおかつ769億円の事務費をいただいていると、こういうことになっているわけです。ちなみに社団財団法に基づいて言えば、128条、そもそも一般財団法人は、BSPL を広告するということが法定されています。こういう情報公開がなされてないところに、こうした公金を取り扱う事務を、担わせている、情報公開上問題が、説明責任上問題ないですか。せめてきちっとアカウンタビリティを果たすように大臣言われたらどうですか。梶山経済産業大臣。まず事実関係として、一般社団法人サービスデザイン推進協議会は公式ウェブサイトを運用しております。ただし協議会名で、検索した場合にはおもてなし企画認証のページが表示されるため、一見すると分かりにくいとの指摘はあると思っております。まあ、そもそもこのおもてなし企画認証は国の補助事業として開始をし、現在は実施事業として実施していると承知しておりますが、協議会のトップページがおもてなし企画認証となっている経緯は承知をしておりません。ただしこのサイトには協議会の所在地、連絡先、定款をはじめ基本的な団体情報についての掲載がなされております。一般社団法人としての情報開示は行っていると考えており、改善を促すことは考えておりません。なお、ご指摘の持続化給付金の補助金事務局については、一般競争入札、総合評価落札方式により、価格及び提案の内容を総合的に評価した上で落札者となっており、適切に選定をされております。柿沢水戸君。ここはあまり金切り声を上げて、何か叫ぶような、そんなことをするつもりはありませんけれど、まあ、これやっぱり見ているわけですね。でそれに対して本当に適切な答えを返されているかなということを思うわけであります。ちょっとさっき計算してみたんですけど、 IT 補助金さっき言いましたが、平成28年度補正、平成29年度補正、事務費それぞれ8億7900万円、38億5700万円、なんですけど、採択件数でこれ割り算してみると、採択件数1件あたりの事務費でいうと、まあ、両方6万円とかいう額になります。で今回、まあ、700億円余り、消費税入れて769億円がこれ事務費として
サービスデザイン推進協議会に行くわけですけど、まあ、中小企業苦しんでます、で個人事業主も苦しんでます、電話してもつながらない、コールセンター何やってんだ、こういう状況です、申請の数は大変多いと思います、で中小企業の、まあ、例えば3分の1が該当するとして、まあ、個人事業主もいますから100万社としましょう、そうすると700億円に100万社ですから、やっぱり、1件あたりの単価でいうと、これ、あるあるの計算ですけど、7万円とかいう額が出てくるんですね。1件あたりの事務費に6万円、7万円、やっぱりこのマスク作った人、多分この質疑見ると思うんですけど、なんか怒り出した気がするんですね。どうですか、大臣。梶山経済産業大臣。詳細の積載については、私もまだ掌握をしておりませんけれども、ざっくりと言いましてですね、その1000人単位での審査体制、1000人単位とは1000人ということじゃなくて、1000人単位でかなりの数の審査体制、そしてコールセンター、さらにシステムの構築、そういったことも含めて、あと送金のためのオペレーター、そういったことも含めての費用でありまして、まあ、しっかりと、その積算をした上での評価だと思っております。柿澤水戸君。まあ、冒頭申し上げたとおり、持続化給付金の制度、あるいは申請に向けて、サービスデザイン推進協議会の皆さんが取っていただいている体制、またそのサポートの状況については、私はそこを批判しようとかいうつもりで、これを申し上げているわけではありません。しかし、皆さんが予算計上したその予算というのは、困っている人を助けるためにあるのであって、困ってない人に、お金を事務費として、流し込むためにあるわけではないだろうというふうに思うんですね。その点で言えば、これはもう税金であり、また税金で返さなければいけなくなる借金であり、こういうものであるわけですので、本当に適正かつ、効率的で、なおかつ説明責任を果たした形での執行が行われなければならないというふうに思うんです。その点で言えば、私は改善の余地があるというふうに思いますが、一つ一つ、まあ、非常にマイルドなやり取りだったというふうに私は思ってるんですけれども、しかし、お答えを聞いてると、なんか改めるべき点は一つもないかのように、結局答弁の中身を最後まで聞いてると、そのように思う、感じるんですけれども、まあ、財務大臣政務官に最後まで、わざわざ残っていただいたのは、ここなんですけれども、先ほどの一括再委託の禁止みたいなことで言えば、経産省さん、しっかりやってくださいよと言って、ボールが投げられているわけです。ここについては、しっかりやりますというお答えを最後にいただいて終わりたいというふうに思いますけれども、ぜひよろしくお願いします。梶山経済産業大臣。この事業がしっかりと終わった後の検証総括も必要だと思いますし、委員がおっしゃるようなしっかりと説明責任を果たしてまいりたいと思います。柿澤水戸君。はい、最後に梶山大臣の心強いお答弁をいただきまして、まあ、全て満額回答いただいたということで質問は終わりとさせていただきます。ありがとうございました。次に笠井